はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマです。小学校受験対策。両親面接ですね。面接中の夫婦の助け合いはどこまで？それでは西荻フレンドリースクール願書、面接担当、今野慎介先生です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい。両親面接だったり、まあ、親子面接でもそうなんですけれども、うん、お父さんにお話が聞くのか、お母さんにうまくね、順番に振ってくれる場合もあるんですけれども、時として、まあ、時としてはよくあることだけど、親御さん、うちのお母さんだけたくさん喋れるとか、片方がちょっと喋るの苦手だったりとか、うん、なかなかどっちも完璧よっていうことはないと思うんですけど、少ないですよね。とはいえ、面接中、あ、お父さんこれ間違ったこと言っちゃったとかに、うん、お母さん訂正していいのとかね、あ、いろんな悩みはあると思うんですよ。うん、このあたりの話少し聞こうかなと思って、そうね、まあどっちにしても大前提として間違いないことね。そうね、そう、もう間違え、幸君幸次教育方針、うん、固有名詞。いや、間違えるって言っても、うん、まあ、要はその、うん、例えばフレンドリースクールの考え方的に言えば、うんうん、完璧で出すから、はいはい、うん、だから間違えるというか、う、ね、多分間違えるとしたら、その例えば、でも過去にもあんまりいないな、校訓をちょっと言い間違、うんうん、間違えちゃったりとか、うんうん、内容がちょっと他の学校とかぶっちゃったりとか、うんうん、それ違くないっていう内容だったりとかするのがあるけど、うんうん、まあとりあえずね、そんなものは間違えちゃいけないというか、うんうん、まあ、大前提ですね。そう、準備をね、絶対にしなきゃいけないものだから、なんだろう、もう完璧に自分で練習し、うん、先生にもチェックをしてもらってっていう二重チェックを、うん、な、30回ぐらいあるのかな、持ってやるかもしれない、うん、うちの教室だとね、うん、だからもうほぼ間違いないんだけど、もしもそれやっちゃった場合なんだけど、うん、まあ訂正話してる最中に、いや、ちょっとそれ違うからっていうのは、うん、やっぱりなんだろうな、うん、美しくないというか、やっちゃいけないと、うんうん、面接中だって振られてないですもんね。そうだから、一応礼儀としてそれで話し終えて、うんうん、でね、多分ね、校訓とかそういうの間違えたらさ、多分過去の僕の経験だと、うん、ではお母さんはどう思いますかってくるんですよ、ね、確認のためね。そう、うん、そう、過去にそういうやらかして間違えた人い、はい、家あるんだけど、まあもちろんそのスルーして、うんうんうん、その落ちたって、うんうん、だいたい落ちるんですよ、校訓、ここで間違えると、そう、ね、うん、とか、そう、教育方針とか、本当学校の根幹に関わる部分ですね、根幹に関わる部分を言い間違えると、うん、90% 落ちると思った方がいいと思います、これは本当に。その程度なのねってことになっちゃう、うん、だって勉強してないから、ね、しっかりと僕、学校の先生に言われたのが、しっかりと学校を調べて、私たちの学校に来るというのをちゃんと本気でやってくれないと、それは困りますと、はっきりと言われたので、多分そういうのを間違えたら、まあ、99% 落ちると思った方がいいと思うので、なので、まあ、もしもそうなっちゃったとしたら、うん、多分先生方も確認として過去のパターンだと、もう片っぽのお母さんとお父さんに聞くんですよ、うんうん、ではどう思いますかって聞くと思うので、そこでちょっとそこで指示のいた内容と、まあ、若干違うところがとか、まあ、かぶるところあるかもしれませんが、うんうん、私としましてはと言って、しっかりと訂正して言い直すかね。もうそれぐらいしかやることないかな、うんうん、そこ言い間違えちゃったら、せ、ね、うん、めてものってぐらいな、ね、そう、だから例えばその教育方針とかそういうふうな、まあ、細かいところを言い間違えちゃったら、まあもういいと思う、うんうんうん、そこはあんまり気にせずに、例えばその教育方針でちょっと打ち合わせと違くないと、ちょっと違うこと言ってないと思ったけど、別にそれで落ちることはまずないと思うんで、よっぽど変なこと言わない、そう、よっぽど変なこと言わない限り、緊張してわけわかんないこと言っちゃったりとかしない限りは、そんなことで落ちることはないと思うし、でわちゃわちゃしてもう頭真っ白になっちゃう人いるんですけど、そこで助け船を出すのは多分お父さんお母さんじゃなくて、多分面接官の方なので、うんうん、面接官の人も分かってるから、そうです、もう頭真っ白になって何も喋れなくなっちゃったってなったら、多分落ち着いてるもう片っぽのお母さんのかお父さんどっちかの方にね、うんうん、振るとは思うので、なんだろう、そこで両親同士で助け弁を出してわた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 するぐらいだったら、もう見てた方がいいと思います、うんうんうん、それは、そうですね、ちょ、意外かもしれませんけど、各学校の先生から話聞くと、そこまで
流暢に喋れなくても一生懸命考えて話してる家の方が好感持てるみたいなことは言ってました、ね、本当に言ってますよね、うん、言ってます、うん、結構僕たちも毎回その、うんうん、面接問題についてはしっかり聞いてきて、どういうふうなことがいいのかって言ったら、もうとりあえずもうちゃんとご家庭のことは緊張しててもいいので、正直に落ち着いて喋っていただければそれでいいですっていうので、別に流暢に喋る必要は全然なくて、だって過去にとんでもなく喋れない人でも、うん、すごいゆっくり考えて喋ってちゃんと語学もらってるんで、うんうんね、緊張するなんて向こうも100も承知でね、うん、そういう場合多分もう片っぽの方に行きま す, そうです、ね、から助け舟出すのは向こうも先生だし、うんうんうん、助け舟出さない学校で相当意地悪な気もする先生だと、うんうんうん、だから助け合いはそうね、だからしなくていいかなっていう、うんうんうん、で基本的にはね、うんうん、まあそのなんだろう、決まってるこう 毎年決まってる内容とか出るのであれば、うんうん、それをしっかりと頭に覚え込んでいて、うん、ただまあ注意点としては例年お父さんに行ってるけど突然お母さんに来る場合が、そうですね、油断はしたい方がいいよね。でお母さんに来た後にではお父さんどうですかって来る場合も多々あるので、うんうん、基本的に練習するんであれば一つの回答は両親分用意しておいた方がいいです、うんうんうん、そう、それは結構必須だと思うんで、かなり大変だと思うけど、基本的に何だろう、練習とか準備っていうのはどんなものが来ても対応できるようにするっていうのが前提だから、志望理由をお父さんに来ました、ではお母さんどうですかって来て、考えてませんでした、うん、旦那と同じですっていうのはちょっとそれはやばいので、うん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 、なのでまあそういうとこかな、注意するところが。そうですね、うん、まあ、助け合いはだから、まあ、題名から言えばそういう面接の助け合いはどこまで、なしちゃんと打ち合わせをしておきましょう、事前に助け合うなら事前に、ウィスティックまでの間にやっとこうと、うん、まあ、助け合いってだからその補足できた場合、うんうんうん、その補足をしてあげるってことが助け合いなのかなっていう、うん、勝手に喋ったり、ね、勝手に慌ててなんか変なこと言ったりとかと今主人が申しましたけれども、ね、それはダメ、うん、やめた方がいいと思う痛くなるかもしれませんけど、うん、何言ってんのあなたって、ね、それでもいい学校あるかもしれないけど、うん、あんまりいい結果生まないと思うので、うん、ググッと我慢と、うん、そう、まあそれで自分にワンチャン振られたら、うん、そこで挽回しようと思うように喋るとか、そうですね、うん、だから本当にその家庭の教育方針の部分とかその家のね内容に関しては、うん、事前のすり合わせはすごい大事だと思うんですよ。結構面接シビアだからね、そう、やっぱり本番その場所でいや違うじゃないってなるのはもう最悪なことなんで、うん、でお母さんとかお父さんがね違うと思ってもそれに合わせていかなきゃいけないってなかなか苦痛だと思うので、だったらちゃんとシミュレーションしっかりして、うん、事前にそのあたりはもう分かってるんだから、うん、回避できるようにした方がいいかな。だからもう納得いくまでどんな問題来てもいけるぐらい、うん、そうですね、本当数こなした方が強いですよね、面接は。いや本当、うん、だってうち去年ね毎日毎日、うんうん、必ず面接練習の予約を入れる方がいて、週5で来てる、週5で、ね、僕毎回毎日見て、え、だって昨日と同じじゃないですかって言って、うん、いやでも何度もやらないと私は不安なので、はい、じゃあまあいいですよって言ったら、やっぱりもう面接完璧だった。そうでしたね、どんどん上手くなって、初め全然喋れなくて、うん、どうしようかと思ったけど、1週間に5回やったら、うんうんうん、さすがにね、さすがにもう素晴らしかったですよね、うん、完璧だと思って、うんうん、でもそこまでやってもう予想外の質問が何個か来たんですよ、うんうんうん、ただやってるから落ち着いて喋って、その中からだから僕はその極意を教えてて、違う問題が出た時の予想外の質問が出た時はどうすればいいかっていう極意もちゃんと教えておいたので、ね、それをちゃんと駆使して、だからある意味その事前にアドリブ力だったりサバイバル力みたいなところもちゃんとつけておくと、まあ心メンタル的にも安心だよね。僕も結構意地悪だから面接で変な質問ばっかりするんで、そんなの分かんないって言われるけど、じゃあ答え、はい、でも答えてって、うん、今もう2秒で答えてって言って、ね、言っても練習させたりとか、はい、もうそういうふうな、もうとにかく練習、どんなものでも、うんうん、面接は絶対練習なんで、うんうん、ということで、ね、事前にしっかりとまず助け合いは面接前にやっておきましょ う、面接中の助け合いはなし、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、はい、ではこのままお知らせいきたいと思います。このように
面接特訓コースフレンドリスクではやっております。ご家庭によってそれぞれね状況変わると思います。普段忙しくてお父さんがなんか受験の方に参画できないよという場合もあると思いますので、その場合その短い期間で打ち込みというかね、仕込まないといけないので、そういった時にはこちらの講座すごい使いやすいと思いますよ。お父さん片方来ないって感じで、それはそれでまたね面倒くさいことになるんだよね。片方来ないっていうか、ほら普段今まで参加できなかったのに、そこからね突然試験前日とか前々日にね、お父さんやっぱ時間があったから面接練習だけとかも、やっぱり短期集中は本当はねゆっくり準備したいんだけどっていう場合でも、限られた時間内どれだけ仕込めるかというところもありますけどね、ご家庭だけでやるよりは絶対に効果出ると思いますね。いや、絶対出ると思います。それはもう、絶対に。なんとなく、ね、いろんな利用方法ありますので、60分の時間もフルに使い倒していただければと思います。まだまだ予約ちらほら来始めてますけどね、今の段階だとまだやや余裕ありますので、おすすめとしては今一回マジでやった方がいいです。本当に、ね、どんな感じなのかっていうのは、課題が見えてくるので、そこから先 毎日のように来てくださいなんて絶対言いませんから、1ヶ月後とか2ヶ月後とかその間にご家庭の中で練習していただいて、受験近づいたらまたねちょっと進捗見せてくださいみたいな感じで利用するのもありかなって思いますよ。そんなところでしょうかね。はい、はい、お待ちしております。西荻合唱クリニック願書制作のお手伝いをいたしますよということで、こちらは、お問い合わせすでに来ております。はい、今年も各校受験者数多いところもあると思いますのでね、またその分こちらにもお問い合わせ来てます。はい、もし、早めにまずはご予約いただければと思います。まずはお問い合わせだけでも大丈夫ですよ。願書だらけも3ヶ月なんで、そうですね、はい、バッグが願書でパンパンになる、はい、もう今から準備しておきましょう。はい、はい、子育て幼稚教育相談会は平日と土曜日に行っております。先ほどの願書や面接に、そして相談会、現在ご覧いただいている YouTube の概要欄に、リンクが貼ってありますので、そちらもぜひご参照ください。体験授業も受付中、1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。まずは電話やメールでお問い合わせください。連絡先です。電話番号が0333900750番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。先ほどの体験授業に1個だけ注釈ね、フレンドリースクール、まあ、杉並区あたりの方が来てるのかなと思われるという方もいるかもしれませんけれども、東京都23区、外埼玉県、神奈川県などからも来てもおりますのでね、千葉県も、そうですね、千葉県もいらっしゃいましたね。はい、なのでね、うちと池戸っていう方もね、まずはお問い合わせしてみていただけたら嬉しいかななんてところです。はい、こちらのチャンネルでは引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育や英語教育などいろいろとお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。皆様からのテーマリクエストも大歓迎です。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。はい。